結構な量だな。この後の打ち上げが楽しみだ。ありがとう、ファルハードさん。ありがとう、力持ちさ。おう、後で倍返しで食べてやるぞ。それじゃあ俺は邪魔にならないよう先に失礼するよ。またね。アルハードさんが助けてくれて本当に良かったね。そうじゃなきゃかなり苦労してたかも。そうだよ、みんなここに集まって商売をしてるでしょ。だからご近所さんみたいな関係かな。モラを稼ぐことよりも助け合うことを優先するんだ。いつもこんなにいろいろもらえるんなら生活に困ることもないよな。最初はね、私も申し訳ない気持ちでいっぱいだったんだ。人にもらってばかりでなんとか恩返ししなきゃって思ってたの。でもアフシンさんが言っていたように、私が何かを受け取ることで彼の役に立ち、モラの節約になることもある。誤って購入した品も、多く仕入れすぎちゃった食べ物も、誰かに譲ることでこそ最大限の価値を発揮するの。だからそんなことをいちいち気にする必要はないんだ。彼らが助けを必要としている時に全力で手を貸せばいいんだよ。なるほど、確かに一理あるな。今ではこれが私たちの間で常識になってる。誰もその細かな受け渡しなんて気にしてないの。だからあなたたちも気にしないでね。今はこれをズバイルさんのところに持って行って、ついでに少し準備をすればいいだけ。あなたたちはシアターで時間を潰すか、ここに住んでいる人たちとお話ししてきたらどうかな。安心して、ズバイルさんはすごいんだから。それにあなたたちはお客さんでしょ。打ち上げを楽しみにしててくれたらそれでいいよ。ここって本当にいい雰囲気のところだよな。こんにちは。君たち誰？勝手に舞台に上がっちゃダメだよ。そっか、ごめん、ちょっと反応が大げさだったね。私はその道具を作ってるからおしゃべりしてる暇はないの。それって刺繍か？いや、刺繍だけど刺繍じゃない、これは道具。ただの布で演出に使うもの。とにかくどこにでもある布だから。ごめん、道具を作るのに集中しないと。変わったやつだな。道具を作ってるだけなのに、なんであんなに口ごもるんだろう。まあいいや、こいつのことは放っておこうぜ。やあ、ニーローの荷物を運んでるところを見たよ。あなたたちも打ち上げに参加しに来たんだろう。うん、そうだぞ。私はリカード、ネガールと同じくここの道具係だ。あと掃除とかの雑務もやってる。シアターで遊んでるのはうちの子ソリンとエイブだ。あなたたちの邪魔をしてなきゃいいんだけどね。あの子たちはお祝いってなるといつもあんな風にはしゃぎ回るんだ。そうだね、私はここの人たちに世話になってる。仕事はあるし給料も滞納したことがない。それにニーローたちがよく子供と遊んでくれる。今の私には十分すぎる環境だ。その言い方だと過去に何かあったのか？いや、気にしなくていい。もう昔のことだからな。実は私も夫も冒険者だったんだけど、
彼は事故で亡くなってね。物質的な問題はいずれ乗り越えられる。だが、私はただ生きるだけの人生を歩むことになった。幸い、そんな私にズバイルさんが手を差し伸べてくれたんだ。ここの雰囲気は穏やかだし、寛容で気に入ってる。ごめん、悲しいことを思い出させちゃったな。平気さ、私ももう気にしてない。打ち上げが始まったら、私の言った雰囲気を実際に感じられると思うよ。おーい、こんにちは。ん？ああ、新入りか。あんまり賢くなさそうなやつだな。おい、お前、いきなり何なんだよ。君の方は、ただものじゃなさそうだ。君にとって芸術は何だと思う？ただ興味があるだけだ。答えなくても構わない。君はそう思っているのか。特に評価する点はないな。一般人の考えよりはマシだが、あまり違いはない。芸術、それは創作によって生まれた加工品なのか、それとも天然の資源なのか。少なくとも俺は後者だと思う。よくわからないんだけど。俺は長いことここにいて、時々セリフを書くのを手伝っている。だが何もせず、ただ見ていることの方が多い。むしろ俺がやる必要はないだろう。もし俺がやったら、見る意味がなくなってしまう、と言った方がいいか。シアターやニーロ、そして人の存在は、皆芸術と言える。それは決して遠い存在ではない。オイラたちと何の関係があるんだよ。ではこう聞こう。芸術の意味は何だと思う？困らせたみたいだな。俺はただインスピレーションを待っているだけだ。舞台上と舞台下の人たちを、そして君たちのことをずっと見守っている。芸術はここにあるのだから。お、ニーロ、ニーロが戻ってきたぞ。お待たせ。打ち上げの準備が終わったよ。みんなに集まってもらって始めよっか。オイラたちも手伝うぞ。ありがとう。オイラたちもプレゼントを用意しておけばよかったな。そうしたらオイラたちも抽選に参加できたし、今は見てることしかできないな。やっぱりやめよう。上手にできなかったし、みんな気に入ってくれないかも。そんなこと言わないで。約束したでしょ、みんなにサプライズプレゼントを届けるって。これまでこういった打ち上げに参加したことがなかったし、今回はいい機会だよ。みんなきっとあなたのことを歓迎してくれるから。やっぱ無理だよ。大丈夫だから心配しないで。とにかくまずは自分にチャンスを与えないと。ほら、一歩前に踏み出そう。ここにあなたを怖がらせるような人はいない。そうでしょ？うん。よし、私が背中を押してあげる。みんな注目。みなやからみんなにいい話があるみたいだよ。ちょっと待て、まだ準備できてないって言ったのに。こういった時何を言ったら。ゆっくりでいいよ、緊張しないで。まずは深呼吸して、落ち着いて自分のやりたいことをみんなに伝えれば大丈夫。もしここで言わなかったら、今まで一生懸命練習してきた刺繍が台無しになっちゃうよ。でもこんなのプレゼントして本当にいいの？上手にできなかったのに。なるほど、稲谷はさっき道具を作ってるって言ってたけど、
本当は今日のプレゼントを準備してたんだな。ああ、ここにまだ馴染んでないみたいだ。ニーロはその手助けをしてるっぽいな。実は打ち上げを始める前にイナヤが特別なプレゼントを用意してくれたの。今からみんなに配るね。やったー、イナヤ姉ちゃんからのプレゼント。そういうの初めてだよね。静かに。ジリーたちが騒ぐと彼女が余計に緊張してしまう。時間をかけて準備したんだろ。それなら自信を持っていい。何も怯える必要はない。頑張れ。ズバイルさんはいるか。シェイクズバイル、教令員からの緊急通知だ。即刻打ち上げなんてものは中止してもらおう。こいつ、ずいぶん態度が荒っぽいな。一体何なんだ？ズバイルシアターは長い間、教令員の命令に背いてきた。故に、シアターの取り壊しが決まった。ここの責任者であるお前は、30日以内に営業を停止し、従業員を解雇せよ。その後、教令員へ行き処罰を受けることになる。どうして？なんでこんな突然？お嬢さん、これまでも警告はしてきたはずだ。以前話を聞いた時には取り壊しのことなど言っていなかった。だがそれを突然30日の期限を設けるなど。これから公演の予定もある。30日では何もできやしない。お客さんと従業員たちにどう説明すればいい？それは俺が考えるべきことではないな、ズバイルさん。そこまでちゃんと考えられるのなら、なぜ事前に準備をしてこなかったのかを反省すべきだ。取り壊し？なんでここを取り壊すんだ？もともと教令員が私たちに抱いている印象って良くないんだ。それに彼らは私たちの公演が気に入らないの。ただの時間の無駄だって思ってるから。前にも何度かここに来て、公演の質をもっと高めてより知的な劇を演じろって言われたことがあってね。でも私たちの観客は教令員の人じゃなくてグランドバザールの人たちでしょ。その内容が分かりにくいものだったり、身の回りの生活に関係ないものだったりしたら、見に来てくれる人もいなくなっちゃう。もしそんなことをしたら私たちは生きていけなくなる。それにそれは決して私たちが望んでいるものじゃない。うん、私たちにとってシアターはとても大切なものだからね。こいつらのやり方ってちょっと勝手すぎないか？でもどうすれば彼らを止められるのか私にも分からなくって。こちらに一から説明する気はない。時間がないというのならあれこれ聞くのではなく、さっさと要求通り動いた方がいいぞ。俺たちがそれを受け入れるつもりはない。むしろこういったことを突然知らせるのは規定にそぐわないはずだ。誰に聞こうとも答えは同じ。俺たちは十分伝えたはずだ。もういい。嫌がらせをするにも程があるでしょ、お父さん。お父さん？え、こいつってイナヤのお父さんなのか？教令員のことを口にしてるけど、結局はお父さんがここを嫌いなだけでしょ。教令員の権力で私たちを脅してるだけじゃない。言っておくけど、たとえお父さんがここを取り壊しても何も変わらない。お父さんがひどいってことは知ってた。でもまさかここまで卑怯だなんて思わなかったよ。俺はただ公務を執行しているだけだ。お前がどこにいようと何をしようと関係ない。それにお前が何を考えているかもな。お前たちがどうしようもない愚かなものでないことを願おう。これ以上私の口から言わせないでくれ。さっさと片付けて営業停止の準備に取り掛かるんだな。もうなんでいつもこうなるの？
確かに残念なことだが仕方がない。今日はこれでお開きにしよう。みんな片付けてくれ。明日また話し合いをしてくる。まったくこのような不良の災難が一番厄介だ。ごめんね、打ち上げに誘ってせっかく楽しんでもらおうと思ったのに、まさかこんなことになるなんて。ニーローが謝る必要なんてないぞ。こんなの誰も予想できなかっただろうし。はあ、でも美味しいものを食べられなかったのはちょっと残念だな。あいつの口ぶりからすると教練員から何度も警告を受けてたのか。うん、そうなんだ。彼らからすると私たちって浅はかみたいだから。スメールで知恵はとても崇高なものなの。でも彼らが求めている知恵の中に芸術はない。ただそれだけでシアターを取り壊すなんてことにはならないと思うんだけど。イナヤが家出した後、私が彼女をズバイルシアターまで連れてきたんだ。彼女は家のことをほとんど口にしなかったけど、家族と喧嘩したってことだけは私も知っててね。まさかこんな形で爆発するなんて。お前たちは何も悪いことをしてないんだし、教練員の言うことなんて聞く必要ないぞ。それならあいつらのことなんか恐れずに、いっそ正面からぶつかってやろうぜ。それもそうだな。私も解決策を考えてみるよ。そうしないとみんないつまでも怯え続けることになるもんね。どうしよう。表向きは公演を中止するふりをして、実際は他の場所でこっそり行うとか、それかお客さんたちの中から協力してくれる人を探すとか。どっちもいまいちだな。討論？うん、確かに学者は問題を議論するのが好きだけど、でもそれで一体どうするの？そうだ、もし稲谷のお父さんに教練員の見解が間違ってるって証明できれば、シアターを取り壊す理由もなくなるよな。そっか、討論で彼に勝つってわけだね。うん、いい方法だと思うよ。でも私たちの中に学者に反論できる人なんているのかな。え？私？無理無理無理、私喧嘩とか一番苦手だもん。討論をするなんて私にはできないよ。お前が今こんなに悩んでるってことは、本当にここを守りたいってことだろ。私にとっても、ここにいるみんなにとっても、シアターはかけがえのないものだけど、でもそんな重たい責任を本当に私が背負えるのかな。オイラも協力するぞ。しっかり準備すればきっと自信もついてくるはずだぜ。自分を信じろ。ありがとう。よし、決めた。上手にやれないかもしれないけど、みんなのために全力を尽くしてみるよ。うん、応援してるぜ。早速戻ってこのことをみんなに伝えよう。